動画と記事に載っているから参考にするといいよ。自分の就活のタイミングによって使う方法って変わってくると思わない？業界から探す、企業から直接探す、専攻から探すになるかな。どうしよう。また就活？なんか君がよく就活サイトを活用した方法を話してくれるけど、いまいち何を見たらいいのかわからなくて。触ってみたらわかるだろう。でも他の就活サイトでもたくさん情報載ってるから、結局どこ見たらいいのかわからないんだよね。そうだよね。就活サイトをどのように活用していくかどうかについて話をしていこうか。まずそもそも就活サイトって自分の就活のタイミングによって使う方法って変わってくると思わない？そりゃエントリーするときと選考対策するときだと使い方は違うよな。そうそう、そこから話をしていこうか。就活って結局どんなことをしないといけないんだろう。エントリーシート書くとか？そうだね、エントリーシート対策とか細かい話も含めて、抽象的に言うと大まかに5つのステップだと思うんだよ。企業を探す、エントリー、選考対策、絞り込む、決める、だね。あれ、業界研究とか OB、OG 訪問とかは？そうだね、業界研究は企業を探す部分に入ってくると思うし、 OB、OG 訪問とかは選考対策や絞り込むに入るものだと思う。この5つのステップに合わせて就活サイトを使えばいいってことか。でもイメージ湧きにくいな。そうだね、いつもよく取り上げるワンキャリアを例にとって活用方法を話していこうか。まずは企業を探すだね。企業を探すって言ってもいろいろない？業界を探したり、インターン募集を探したりとかさ。そうだね、業界から探す、企業から直接探す、専攻から探すになるかな。もちろん働く土地から選ぶなどもあるけれども、大きくはこの3パターンかな。なるほど、確かに改めて言われたらそうかも。それぞれワンキャリアで例をとって説明していくね。まずは業界から企業を探すだね。ワンキャリアで言えば、トップページの企業というボタンから業界を絞ってみることもできるよ。この場合だとコンサル、シンクタンク業界から IT コンサルで絞ってる感じだね。でもさ、そもそも業界について知らないと探すこともできないね。それはそうだね。その場合はまずは業界記事や動画を見てみるといいかも。ワンキャリアだといろんな業界記事がまとまっていたりするから見てみるといいよ。そこから業界から企業を探す感じになるね。次は企業名から直接探すだね。これは自分が知った会社を検索窓から調べる感じになると思う。でもさ、企業名知らないから調べるの難しくない？だって自分の知ってる範囲だと視野狭まりそうじゃん。まさにそうだね。例えば企業名から探せないのであれば、他の方法から探すのがいいね。先行から探すについても説明するね。これは先輩の声を参考にするのはおすすめだよ。先輩の声？いわゆる口コミだね。ワンキャリアの場合、先行でいい体験をしたのか悪い体験をしたのかを先輩たちが企業の説明会、インターン、本選考で投稿しているんだよ。あ、これ口コミが点数化されてるんだね。そうそう、その点数で絞ることもできる。だから評価が高い選考を見て、そこから企業に興味を持っていくのはおすすめかも。しかも業界で絞ることもできるんだな。そうそう、先輩の声を見て興味を持つのは全然ありだね。確かに先輩からおすすめインターンって言われて応募したことがあるから、それが見えるってことだね。まさにそうだね。肝心のエントリーはどうやってやればいいんだよ。これは簡単だよ。各企業のページやイベント募集に行ってボタンをクリックするだけだね。もちろん途中入力項目があるけどね。今出ているのはイベント募集の例だね。ありがとう、これで企業を探してエントリーできそうだ。あ、忘れてた。ちなみに他の方法としては、動画で説明会を見て興味を持つっていうのもありだと思う。動画？ワンキャリアでは説明会の動画を公開しているから、イベントに申し込んだりアーカイブの動画を見たりするのはありかも。アプリでも YouTube でも見れるよ。説明会が公開されてるんだ。時間短縮になっていいかも。しかもアプリだとバックグラウンド再生もできるんだな。
ラジオみたいに聞くのもありってことだな。そうだね。ながらみとかラジオみたいに他のことをしながら興味を持てるっていうのもいいかもね。その他にはスカウトなんかも有効だね。今までは能動的に動いて探す方法の話をしたけど、企業からのオファーを待つなんて方法もある。それは楽かも。どう使うの？そうだね。ワンキャリアで説明すると、マイページに行って通知設定からスカウトを受け取るで OK だよ。これだけでオファーが来るの？もちろんプロフィールは充実させた方がいいよ。同じマイページから活動実績を入力してスカウトを待つことが必要かな。通知設定して活動実績入れておくだけでいいってことだね。そうだね。次はエントリーだね。エントリーって何か工夫の余地ってあったりするの？そうだね。例えば自分に必要な情報を絞るってことができると思う。どういうこと？そうだな。例えばワンキャリアだと募集している選考情報を締め切り順にできたりするよ。確かに締め切り順に絞れるのは一番重要かも。締め切りに合わせてスケジュール組めるし。自分の気になる業界とかで絞れたらもっといいよな。それもできるよ。アプリなら自分の興味がある業界の募集でカスタマイズできるんだ。なるほど、これは知らなかった。こんな風に情報が溢れている中で自分が興味のあるものを絞っていくことがエントリーの中でも重要かな。他には興味ある企業に複数エントリーしてみようって状況を想像してみて。エントリーをするとそれを管理するのが大変になってこない？うわー、わかる。どこにエントリーしたのかもわからなくなってくることはあるよね。しかも締め切りもわからなくなるし。管理は本当に面倒だよな。これも就活サイトによってはアプリで管理できるよ。え、そうなの？エントリーした企業を追加してタスクとして追加できるんだ。ここから選考状況に合わせてタスクの設定ができるよ。なるほど。こんな風に自分がエントリーした企業にそれぞれ次に何をやるかを明確にすればいいのか。そうそう。あとは選考状況のタブでエントリーした企業で自分が今選考のどのフェーズにいるかもわかるよ。ここから選考対策もできたら嬉しいよな。できるよ。さっきの画面でタスクを追加したり編集をしたと思うんだけど、ここのインターンのエントリーシート対策をするってところからそのまま過去の先輩が投稿したエントリーシートが見れるようになってる。なるほど。エントリーシートだけなのかよ。これはタスクの内容によって変わるんだよ。例えばタスクをインターンの面接にするとタスクが変わるよね。じゃあさっきと同じ感じでインターンの面接対策をするのボタンを押せばいいのか。そうだよ。タスクを管理してこのページから各企業の選考フェーズに行って対策に移れるイメージだね。知らなかった。使ってみる。この選考対策部分の情報ってどんなものがあるんだよ。そうだね。次の選考対策についても説明するね。さっきエントリーシートとか面接とかって言ってたけど、選考対策って言ってもいろいろあるよな。そうだね。まず主な選考フローを見てみようか。一般的な選考フローを全体で見てみるとこんな感じになる。エントリーシート、ウェブテスト、グループディスカッション、面接、インターンだね。やることたくさんだね。でもそれぞれどう対策するかの前に見ておいた方がいい情報が2つある。2つ何を見ればいいの？そうだね。各企業がどんな選考フローなのかと、各企業がどんなことをしているのかと、求める人物像がどんなものかだね。1についてはさっきの選考フローじゃないの？さっきのはあくまで一般的なフローで、企業によっては全然違う場合があるから、ざっくり各企業の選考フローを見ておくのがいい。これは過去の選考ステップを見るのがいいよ。選考ステップ？そうだね。ワンキャリアで見てみよう。